the default music. And then we're hearing that weird music again. デザイアジェムを取り戻すため、ブローニャは漁師の海へと飛び込んだのでした。ブローニャ、作戦地点。お。僕はヨア姫。ブローニャ、大きいワームホールから入ってきた。心配しないで。心配しないで。ありがとうございます。ブローニャは、君、あそこは危ないから、漁師の海の危険性は。And that's where she meets Welt.現実他の人が迷い込まないようにやっぱり諦めた方がいい資格が必要だからこの怪物たちはそれらはこの空間にいるか僕の意志とは関係ない武器がそれらにあって重装ウサギその力も漁師でもそれは漁師の影は君は特別だね強い人ほどブローニャは君はもう一つの世界こことは全く異なる世界に行くんだ気をつけて過去の迷いや痛みが君の最大の敵となるだろうからその世界で君の答えを聞かせてブローニャブローニャことですここはここはセーフレイヤ学園1年 C 組水曜午前2限ブローニャあなたみたいな優等生でも授業で居眠りするとはね期末テストが近いからみんなが万が一試験中に眠ってしまったら私みたいに優しく起こしてくれる試験官なんていないからねディルクディルクブローニャそう重く捉えなくていいわよもう一つの全く違う世界はい今日のじ次は実践訓練よみんなな What?、似ていますでも姫子先生皆さんそれ今日は自由訓練よ違います。ここは現実じゃありません。何が起こっているのか。ブローニャさん。どうしましたか、委員長。よろしければ私と組みませんか。はい、問題ありません。どう、どう。私も入らせてもらうわ。姫子す。私一人で、あなたたち二人の相手をするわ。うん。一人で対処できない先生の提案を受け入れましょうブローニャも同意します特にブローニャ私と模擬戦なんてしたことないのに素晴らしい才能だわさあ橋の方で少し休憩しましょう姫子先生そ授業中にお酒はやめてください少しだけだし酔わないわよダメですあと数分で休み時間だしダメですそれに午後にも講義がありますから。ブローニャさん。いえ、疲れてるの？無理しなくていいわよ。セーフレイヤ学園は楽にしなさい。ブローニャは疲れていません。もう少し、姫子先生やブローニャ。ブローニャさんのお願いでしたら。こっちにも断る理由はないわ。姫子先生。What is going on, Fantasia?Seal? No. 今の状況はここはセーフレイヤが姫子少佐も委員長漁師の海はでは弱い情報が足りません午後の講義はあら今日欠席してる生徒がかなり多いわねえ授業を始めるわよ今日は前回の続きだブローニャブローニャは今日のそう、その気持ちもわかるわ。
ブローニャ、この厄災について。第二次崩壊は、第二次崩壊で誕生した。よろしい。ちゃんと予習をしてきたよ。第二次崩壊がシベリアで発生した後、天命の素早い決断のおかげで、ほと、まさか。は？そんなはずは。は？ That was just how it happened. What? では、映像資料を見ながら、今日のじゅ。おっと。照準装置、初期化くしゃべき開始。はい、この戦争で、一つは天命、二つ目は天、彼女たちは律者と戦い、彼女たちの努力がね、かく言う私も。でも崩壊が収束した後、でも私から見ると自分で判断もできないで命令に従うだけのバル、それについてはみんなも分かっていると思うわ。 Where is Teresa? It's founded by Lady Cecilia. Where's Teresa? 今日の授業はここまで。ブローニャが知っているガカリアお母様が。 Yeah, she's a Valkyrie, what? ガカリア、どうしたの、ブローニャ先生は。うん、なん、私はシベリアの孤児院で育ったわ。こういう子供は北の方では珍しく、何かしてあげたいと思った。でも先生は気づいたの。でもバルキリーだけが、それは希望と自由よ。これは私があの災いでセシカカリア先生は、ブローニャ、でも過去にどんなことがあっても、ここは聖フレイヤ学園、この学園で思い切り冒険し、やりたいことを心のま、カカリア、どうしたの、姫子。前に本部からもらった任務、生徒を含めて今動けるのは4人よ。前、ちょっと少ないわね。それは少し難しいわ。あ、そうだ、本人もうずうずし、ブローニャが、ブローニャは皆さんと一緒に任務を、もちろんいいわ、ブローニャ。突然で申し訳ないけど、今夜すぐ出発しないといけないの。ブローニャは万全の準備をとど、過去の痛みと迷い、カカリア先生、ここは執行命令なし、ブローニャ、It's just for what? ブローニャ、他の、まずは姫子先生。カカリア先生がおっしゃっていた新メンバーは、あともう一人。ごめんなさい、遅くなりました。 Sounds familiar. この声、 See you? 一体どうしてゼーレが、カカリア先生、遅くなってごめんなさい。遅刻するとはね。準備に時間かかってしまう。ならいいわ。ブローニャ。No, they don't know each other. Damn it. ブローニャ、この子はゼーレ。はじめまして、ブローニャ。はじめまして。セーレ。ゼーレ。戦艦の到着まであと数分。ブローニャは、カカリアお母様がバルキリーになっているのなら、つまり。Damn it, I even read the manga for this one. The Azure Blue manga. Oh. 目的地に着きました。3日前に本部の輸送部隊が襲、この襲撃はネゲントロピーって、ネゲントロピー、天命を裏切った人物が作った、Is this Teresa? 反天命組織、Teresa could be part of AE now. その行動は慎重なものです。情報によると、奪われた物資がこの近くで目撃され、銀狐、いえ、銀狐はこの土地、おそらく、それなら、姫子とフカはその間、ブローニャとゼーレはなるべく気づかれないよ。わかりました。銀狐の拠点の周り、ブローニャがその中の一つは、うん、いいと思う。来て、はい、生き、ブローニャの知っているゼーレより、もしゼーレがあの実験で生き残ることができていたら、ゼーレ、目標発見、ゼーレ、見回りの経路を解析する。西側は市の中心、北側は銀狐の勢力、時間がありません。ううん、ここですか、ゼーレ、見回りの経路だよ。飛行の数は多くないけど。なるほど、
それに気づいたということは。ううん、任務資料で見ただけだよ、ね、ブローニャは任務資料でこんな内容を見たき、この違和感は何でしょう。ブローニャ、ギンギツネは勝ち着いたわよ。殺したのですか。まさか、麻酔銃よ。権限を識別する鍵を。ゼーレが怪しい場所を見つけも。わかった、そこで合流しよう。この廃棄された倉庫が、これは生体識別センサーです。ギンギツネの拠点内のもの。よくやった。よくやった。いただいた鍵をつけ。君たち、ロアヒ、どういうこと。まさか、なんですって。君たち、なんですって。いやだ、気をつけてください。崩壊エネルギーを使って。おっ、やっ、いつもよ、いつもよ、命令なし、ブロー目標捕捉。He's going to do what is his ability again? What? Imaginary destruction something? I don't remember, man. Yada. 気を失っています。この子の体、傷跡がたくさんあります。気候が急に現れて。そう。本部、それは第一律者。しかし、第一律者、予想外の状況だが。いえ。最初はブローニャも断りの律者の力を持つ男の子。この子が重要物資。つまりそれは。私もそう思うわ。この子本来なら実験管に閉じ込められているは。つまりその子の彼。まずい、ネゲントロ。この子を連れて。敵の数が多すぎる。別々に逃げましょう。しかしあんたたちは十分やって。私たちを信じて。その。わかりました、ゼーレ、行きましょう。敵の行動経路が乱れ、あとは撤退ポイントでゴール。ブローニャ、どうしました。撤退ポイントにはどうして。この子をどこか。そう言われてもまだわからない、ゼーレ。ダメ、ブローニャ、このままじゃまた最初。ゼーレ、彼を私に渡して。目標は。嘘、ありえない、まさか。任務開始時から窮地に陥るたびに、あなたは、そして、あなたは漁師の影を呼び出したとき、ゼーレ、あなたは、ブローニャ、お姉ちゃん。Yes. つけることができました。ブローニャ。しかし、どうしてここにゼーレがいるのですか。うん、ゼーレにもわからない。何もない部屋に閉じ込められたことしか覚えていない。時間さえも忘れるくらい。でもある日、急に扉が開いて光が差してきたの。やっと逃げられる。ブローニャお姉ちゃんのところに行けると思って。その後のことはよくわからなくて、気がついたらこの世界にいたんだよ。光。大丈夫、ゼーレ。ブローニャが見つけたからには、ゼーレをここから出してあげます。でもどうすれば出られるのかわからん。ブローニャお姉ちゃん、どうしてです。この世界はずっとループしているの。最初の数回は任務に失敗して、それから通りで。ゼーレは何度も試して間違った選択。それでもどうして。え、怖がらないでください、ゼーレ。どうすればいいかはブローニャを信じてください。はい。みんな無事のようね。ちょっと検診。I mean 本会テレビ検診。あとはこの子を本部の担当に渡せば
全員よくやってくれたわ。特にゼーレとブローニャ。待ってください、この子は本部には。その理、感電跡やけど、彼をそこに戻すことは。ブローニャさん、彼にはリツ社の力がある。彼が人間に危害を加えるリツ社ではなく普通の。しかし、ブローニャとゼーレは、彼はリツ社になるかもしれません。ブローニャたちにできることは、希望は何なのか。これは、これも。よく言った。あれ、時間が進んでる。カカリエもひどいわね、わざと試すような真似して。まさか。もちろんよ。さ、彼をこちらへ。指示を。射撃開始。任務は失敗。情報屋の銀狐を捕らえることはできたが、第五小隊が追跡を試みるも手がかりを見失ってしまった。任務の責任者として全ての責任を負う。それから聖フレイヤ学園に普通の転校生が増え、これでいいと思う？ブローニャは問題ないと思う。やはりあなたを連れて行ったのは正しい選択だった。ブローニャ、そう遠くない未来であなたが優秀なバルキリーになっていることを信じて。ありがとうございます、カカリア先生。彼を輸送艦には乗せない。彼は今日から自由の身だわ。Don't tell me it's going to reset. Yes. Brownia, I thought it was going to reset. Moved back. Ah, Seal. The Book of Seal.